衝撃、ナンバーアンダーライン愛新曲 MV でファン騒然。超有名ドラマーマスオが参加。証拠あり、ドラムチューナーマスオって誰日本を代表するスゴで技術者の正体に迫る。ナンバーアンダーライン愛の最新ミュージックビデオ、ハイパーバンドライブ MV が公開された9月6日、ファンの間で大きな話題となりました。このビデオでは、特に目を引く存在が一人。ドラムを叩くその姿が、 ファンの間で熱い議論を呼んでいます。一部のファンは、ドラムの演奏者が、バックドロップボムのマスオさんではないかと疑い、その理由には多くの根拠があるようです。ドラムセットの形状、キャップのかぶり方、さらにはタトゥーの位置まで、細部にわたる観察がされています。ちょっと待って、このドラムはマスオさんじゃないの、という興奮とともに、 ツイッターやインスタグラムでは多くのファンがその正体について考察を始めました。このような議論は、音楽ファンにとって非常に楽しみな瞬間であり、音楽に対する深い愛情を示しています。さて、マスオさんがどのような人物かをご存知でしょうか。マスオさんは、バックドロップボムのドラマーとして知られ、その技術とパフォーマンスで多くのファンを魅了してきました。しかし、彼のキャリアは単なるバンド活動にとどまりません。 彼はドラムチューナーとしても知られ、その役割は日本の音楽シーンにおいて非常に重要です。マスオさんの音楽キャリアは、彼の努力と情熱がいかに身を結んだかを示すものです。彼の物語をたどると、音楽で生計を立てるという夢を追い続けた長い道のりが見えてきます。北九州市で生まれ育ったマスオさんは、地元でのバンド活動を経て、音響関連の専門学校に進学しますが、 その過程で思わぬ挫折を経験しましまた音響芸術家としての道を選んだものの、最初の学びが期待とは異なり、音響工学に偏った内容だったため、再びバンド活動に戻る決意をしました。東京への2度目の状況は、マスオさんにとって新たな挑戦の始まりでした。彼は最初は日雇いの仕事をしながら、音楽活動を続けましたが、その努力が実を結び、 バックドロップボムのメンバーとして成功を収めることになります。この時期、彼のバンド活動はますます注目され、ライブやツアーを通じて広く認知されるようになりました。しかし、音楽業界の厳しさはすぐに彼に試練を与えます。音楽で生計を立てることの難しさに直面し、バンドの活動だけでは生活が安定しないことを実感します。この経験から、 マスオさんは音楽の世界で新たなキャリアを築くことを決意しました。それがドラムチューナーとしての道です。ドラムチューナーとしてのマスオさんは、その卓越した技術で知られています。音楽の現場で高く評価される一方で、彼は日本の音楽シーンにおける技術者の重要性を再認識し、自身のキャリアをその方向にシフトさせました。ドラムチューニングの世界では、 彼の技術がどのようにして音楽の質を向上させるのか、その細かな調整がどれほど重要であるかが理解されています。ドラムチューニングは単なる技術ではなく、音楽のパフォーマンスを左右する重要な要素です。マスオさんは、演奏する楽曲や環境に応じて最適なチューニングを行い、音楽の質を最大限に引き出します。そのため、彼の仕事は単なる、調整ではなく、音楽の、 魔法をを生み出す役割を果たしていますまた彼のキャリアの中でドラムチューニングの技術がどのように広がっていったのかそしてどのようにしてプロのミュージシャンやバンドに認められていったのかは非常に興味深いです特に彼がドラムチューナーとして初めて収入を得た際の経験やその後の成功の流れがどのように形成されたのかは音楽業界の内部を垣間見る貴重な機会です ナンバーアンダーラインアイの最新ミュージックビデオ、ハイパーバンドライブ MV が公開された9月6日、ファンの間で大きな話題となりました。このビデオでは、特に目を引く存在が一人。ドラムを叩くその姿が、ファンの間で熱い議論を呼んでいます。一部のファンは、ドラムの演奏者が、バックドロップボムのマスオさんではないかと疑い、その理由には多くの根拠があるようです。ドラムセットの形状、 キャップのかぶり方、さらにはタトゥーの位置まで、細部にわたる観察がされています。ちょっと待って、このドラムはマスオさんじゃないの、という興奮とともに、ツイッターやインスタグラムでは多くのファンがその正体について考察を始めました。このような議論は、音楽ファンにとって非常に楽しみな瞬間であり、音楽に対する深い愛情を示しています。さて、マスオさんがどのような人物かをご存知でしょうか。 マスオさんは、バックドロップボムのドラマーとして知られ、その技術とパフォーマンスで多くのファンを魅了してきました。しかし、彼のキャリアは単なるバンド活動にとどまりません。彼はドラムチューナーとしても知られ、その役割は日本の音楽シーンにおいて非常に重要です。マスオさんの音楽キャリアは、彼の努力と情熱がいかに実を結んだかを示すものです。彼の物語をたどると、 音楽で生計を立てるという夢を追い続けた長い道のりが見えてきます。北九州市で生まれ育ったマスオさんは、地元でのバンド活動を経て、音響関連の専門学校に進学しますが、その過程で思わぬ挫折を経験しました。音響芸術家としての道を選んだものの、最初の学びが期待とは異なり、音響工学に偏った内容だったため、再びバンド活動に戻る決意をしました。東京への二度目の状況は、 マスオさんにとって新たたな挑戦の始まりでした彼は最初は日雇いの仕事をしながら音楽活動を続けましたがその努力が実を結びバックドロップボムのメンバーとして成功を収めることになりますこの時期彼のバンド活動はますます注目されライブやツアーを通じて広く認知されるようになりましたしかし音楽業界の厳しさはすぐに彼に試練を与えます 音楽で生計を立てることの難しさに直面し、バンドの活動だけでは生活が安定しないことを実感します。この経験から、マスオさんは音楽の世界で新たなキャリアを築くことを決意しました。それが、ドラムチューナーとしての道です。ドラムチューナーとしてのマスオさんは、その卓越した技術で知られています。音楽の現場で高く評価される一方で、 彼は日本の音楽シーンにおける技術者の重要性を再認識し、自身のキャリアをその方向にシフトさせました。ドラムチューニングの世界では、彼の技術がどのようにして音楽の質を向上させるのか、その細かな調整がどれほど重要であるかが理解されています。ドラムチューニングは単なる技術ではなく、音楽のパフォーマンスを左右する重要な要素です。マスオさんは、 演奏する楽曲や環境に応じて最適なチューニングを行い、音楽の質を最大限に引き出します。そのため、彼の仕事は単なる調整ではなく、音楽の魔法を生み出す役割を果たしています。また、彼のキャリアの中で、ドラムチューニングの技術がどのように広がっていったのか、そしてどのようにしてプロのミュージシャンやバンドに認められていったのかは非常に興味深いです。特に 彼がドラムチューナーとして初めて収入を得た際の経験や、その後の成功の流れがどのように形成されたのかは、音楽業界の内部を垣間見る貴重な機会です。マスオさんの成功は、彼自身の努力と才能によるものだけでなく、音楽業界の変化に柔軟に対応し、常に進化し続ける姿勢によって実現されています。彼の物語は、多くの音楽ファンやアーティストにとって、 夢を追い続けることの重要性を再認識させるものです。ナンバーアンダーライン愛のミュージックビデオに登場するドラマーの正体が誰であれ、マスオさんの存在は音楽シーンにおいて欠かせないものであり、彼の技術と情熱がどれほど大切であるかを再確認させてくれます。音楽の世界での成功は、単にステージに立つだけでなく、その背後にある技術や努力がいかに重要であるかを示す良い例です。 マスオさんのようなプロフェッショナルたちが、私たちに音楽の魅力とその奥深さを教えてくれるのです。ナンンバーアンダーアダインア i のハイパーバンドライブ m v が発表されるまで、ファンたちはさまざまな期待や憶測を巡らせています。この特別な瞬間を迎えるまでの数日間、SNS 上では興奮が高まり、ファンたちはその思いを共有し合っています。特に、No.1&i のメンバーである平野翔、蘭、ガ太。 雄太が関わるプロジェクトということもあり、その注目度は非常に高いものです。多くのファンが、この映像がどのような内容になるのか、どのようなパフォーマンスが見られるのか、さまざまな予想を立てています。この期待感の背景には、ファン一人一人のメンバーへの深い愛情と信頼があります。ナンバーアンダーラインアイというグループは、その斬新なスタイルとエネルギッシュなパフォーマンスで常に話題を呼んできましたが、 今回のハイパーバンドライブ MV は、それをさらに超えるものになるのではないかという期待が膨らんでいます。特に、ハイパーという言葉が示すように、通常のライブやミュージックビデオとは一線を画すエネルギッシュでダイナミックなパフォーマンスが期待されています。マスオさんの成功は、彼自身の努力と才能によるものだけでなく、音楽業界の変化に柔軟に対応し、常に進化し続ける姿勢によって実現されています。 彼の物語は、多くの音楽ファンやアーティストにとって、夢を追い続けることの重要性を再認識させるものです。最後に、ナンバーアンダーライン愛のミュージックビデオに登場するドラマーの正体が誰であれ、マスオさんの存在は音楽シーンにおいて欠かせないものであり、彼の技術と情熱がどれほど大切であるかを再確認させてくれます。音楽の世界での成功は、単にステージに立つだけでなく、 その背後にある技術や努力がいかに重要であるかを示す良い例ですマスオさんのようなプロフェッショナルたちが私たちに音楽の魅力とその奥深さを教えてくれるのです